10番早川康夫議員の発言を許します。10番早川康夫議員。10番高島新生クラブの早川康夫です。本日は2問用意しております。項目ごとに一括質問一括答弁でよろしくお願いしたいと思います。質問番号1、市の公会計整理と私有財産の有効活用について。1点目、市の公会計整備について。人口減少、少子高齢化が進展している中、過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にあり、また人口減少により今後の公共施設等の利用需要が減少し、施設全体の最適化を図る必要がある中、財政のマネジメント強化のため、国は統一的な基準による地方公会計の整備、促進を推進しています。高島市ではこれに対応し、平成27年度に固定資産台帳を整備し、平成28年度には工作物、道路、橋梁、等の財産評価を行い、市の固定資産台帳の整備を図る予定と聞いています。そこで、先の3点について伺います。丸1、統一的な基準に伴う市の公会計整備の必要性について。丸2、私有財産管理のための統一的な基準による固定資産台帳整備の必要性について。丸3、固定資産台帳による市の資産は行政財産と普通財産に分類すると、おのおのどれくらいになるのか。2点目、私有財産の有効活用について。また、私有資産の有効活用を図るための財産処分を推進するため、平成28年度から平成30年度の行財政計画推進計画では、有給財産の売却処分等の推進について、有給財産処分方針に基づき、有給地の有効活用や売却に取り込むこととし、推進本部において処分価値、処分方法を進めますとあります。そこで下記の3点について伺います。丸1、有給財産の現状と課題について。丸2、有給財産の処分に関する基本的な方針について。丸3、今日までの有給財産処分の実績について。以上、よろしくお願いします。10番早川康夫議員の質問番号1に対する当局の答弁を求めます。以上、上山総務部長。早川議員の質問番号1、市の公会計整備と私有財産の有効活用についてのご質問にお答えいたします。まず1点目の市の公会計整備についての統一的な基準に伴う市の公会計整備の必要についてでございますが、一般的に企業会計は複
式簿記によりよる現金支出を伴わない減価償却費や資産評価等によるコスト情報が管理され、一方地方公共団体におきましては予算の適正確実な執行を図る観点から短式簿記によります現金主義会計が採用されているところであります。そのような中で国におきましては平成27年1月23日に統一的な基準による地方公会計マニュアルを取りまとめられ、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的に活用されるよう要請されたところです。市といたしましても財務書類の整備により資産・負債のストック情報や発生主義による正確な行政コストなどが把握でき、財務情報の分かりやすい開示による説明責任の履行や財政運営や政策形成を行う上での基礎資料として活用できるものと考えております。次に2点目の私有財産の管理のための統一的な基準による固定資産台帳整備の必要性につきましては、固定資産台帳は統一的な基準による財務書類作成の前提となるものであり不可欠なものでありますが、これまでの施設台帳と違い、施設の取得価格や耐用年数等のデータを記録したものですので、今後の公共施設等のマネジメントにも有効に活用していきたいと考えております。次に3点目の固定資産台帳による市の資産でございますが、公会計の導入は平成29年度を目途に取り組みを進めておりまして、まずは平成28年度決算から施行することになります。そのため固定資産台帳は平成27年度と本年度の2か年で整備を進めているものであり、今後全体面積やその評価額等が把握し終えた段階で議会へも報告させていただきたい、いただく予定であります。次に私有財産の有効活用についてのご質問にお答えいたします。一点の有給財産の現状と課題についてでございますが、市が直接利用していない普通財産はその多くが今後の利用計画もない状況にあります。一層厳しさを増す市の財政状況のもと、市の資産として単に保有し有給化させるのではなく、他の公益的公共的団体や民間を含め積極的な利活用を図ることが求められています。こうした中で課題としましては、有給財産の維持管理経費の増加や有給財産の放置売り払いに際しての民間需要に応じた適正な売り払い価格の設定があります。次に2点目の有給財産の処分に関する基本的な方針についてでございますが、行政目的が創出し、将来的な利活用計画も定められていない財産や、今後における利用計画がありながら、長期にわたって事業着手できていない未利用の財産が数多くあることから、売却処分や貸付等により積極的に利活用することで、市の財源確保や維持管理経費の縮減を図っていく必要があります。こうしたことを踏まえ、市としての継続保有、処分の方向性、継続保有する場合の有効活用の方向性、および特定のものに対する財産処分の可否の3つを基本事項とし、今後の利活用を考えます。売却可能資産として挙げている土地の売却が進んでいない状況にあり、市全体の有給地について広く調査を進め、売却を検討するより、
この売却可能資産について売却できるよう手法の再考や課題整理をすることが先決であると考えております。最後に合併後今日までの有給財産処分の売却実績でございますが、区画整理の掘り打ちなど40箇所18,434.41平米を3億4,949万1,352円で売却しております。なお平成27年度は有給財産処分推進本部におきまして、売却可能資産の整理、課題整理、売却手法の検討等を行い、新たな売却方法としてこれまでの随意契約、売買による、販売に加え一般競争入札を実施して、2室588.75平方メートル、金額にしまして888万円を売却したところでございます。以上私からの答弁といたします。10番早川康夫議員。はい、それでは再質問をさせていただきます。順番に前の方からです。まあ、統一的な基準に伴う公開権の整備の必要性、まあ、今ちょっとこうもらったんですけどね、なかなか分かりにくいんですけどね、もっとこう簡単に分かるっていうんですか、かいつまんでこうだから今までの方式はあかん、だからこれでいきますっていうような単純明快なそういうような話じゃないんですか。小山総務部長。お答えいたします。今までの部分、現金主義会計が赤ということではございません。市の持っている財産をより、正確に、掴んで今後の、維持管理等に役立てるために、複式による、会計を導入するものでございますので、今までのものが、無であったとか、いうわけではございません。10番早川康夫議員。はい、この関係についてね、確かにこう発生主義とかね、まあ、難しい言葉で言われても、この前ある市の担当者に聞いたんですけども、あ、そうかなって思ったんですけどね、例えばある土地をその市が、取得した場合、当然まあ寄付というような行為の場合は取得価格が0やもんで、今までのは市の財産としては例やという格好でしか施設台帳というのは整備はしてんかったんやけども、実際はそこに、ある程度の資産価値があるんでしたら、それを資産価値として見込んで、そして管理していくと、まあ、要は端的に言うと、まあ、そういうようなことやというようなことをおっしゃったんですけどね、あ、なるほどなと思ったんですけど、まあこれが、まあ、一応文章にするとなかなか難しく、なかなか理解できないと、まあ、いうふうなことになってるのかなと思うんですけどね。要はお金の動きをベースにすると今までの方法でいいんやけども、財産というやつをベースにしていきますよと、まあ端的なやつが今例で言ったみたいに、まあ、そんなことやというふうにこう解釈したんですけども、それでいいんでしょうか。小山総務部長。先ほどもお答えいたしましたように、27年度、28年度と整備します。今おっしゃったことも含めまして、市民の皆様方をはじめ、分かりやすい、広報もする必要があるかなと考えております。以上でございます。10番、早川康夫議員。はい、な続きましてね。固定資産台帳の必要性、多分、まあ、さっきの話とリンクするんですけどね、まあ、結構、公共施設の、まあ、いろんなこう管理をしていこうと思ったときには、やっぱりある程度、資産としての価値を持った台帳を作らなあかんねやという中で、まあ、今回 の、 固定資産台帳の必要性というのがこうあるかと思うんですね。で、まあ、
基本的には有効活用するというふうなこうおっしゃり方してるんですけどね、どういうふうな方向で有効活用をしようと思っているのか、それについてちょっと伺いたいと思います。上山総務部長。お答えいたします。それも含めまして現在、詳細な部分を最終、2カ年にわたってしているところでして、まず、活用については、先ほども申し上げましたように、市の財産がどれぐらいあって、という掴むことも重要かと思いますし、また、人材育成等のこのシステムを図るにあたって人材育成も必要かなとなってきますし、この公開機を導入することによって今まで見えにくかった現金を伴わない減価償却費や退職手当等の引き当て金等のコストを把握することができるかなということも一つかなと思っております。以上でございます。10番早川康夫議員。はい、当然導入するにあたってはね、ある程度の目論見っていうのはこうあるかと思うんですけども、要は作ってから後で、そのどういうふうに利用するかというふうなやつよりも、作る前から照準がねある程度決まってるもんでしたらね、そういった件関係についてもね、今分かってる範囲の中でお教え願いたいと思います。上山総務部長。先に最初の答弁でもお答えさせていただいた通りですし、あと詳細につきましては、後ほど私のところというか議員のもとへ寄せていただいて、ご説明なりご質問を聞き回答させていただきたいと思います。ご了承願いたいと思います。10番早川康夫議員。一応今後の検討課題ですね。はい、じゃあ3つ目のね、資産っていうのは、行政財産と普通財産と、それに分類すると、どんだけになるかというのがご質問なんですけれども、先ほどのあれは、答弁ではまだ現在進行形やもんで、お示し、示すことができんと、いうふうなこう話なんですけれども、私、この件については、平成26年の12月の一般質問でもこれしてましてね、その時では、総務部の次長の方の答弁で、資産価値がどれくらいかという質問については、今のところはわからないけれども、要は、近く公開計の制度が導入される予定やと、それに向けまして、こういう財産の整理やというふうなやつをしますというふうなことですねけれども、それが今やってる27年度、28年度でやってるという解釈でいいんですか。上山総務部長。その通りでございます。10番早川康夫議員。そうしますと、28年度中にはそこそこまだ、知らせてもらうと、いうふうなことになるかと思います。じゃ次、今度は私有財産の有効活用の方で、有給財産の、現状と課題ということで、これも平成26年の12月に、一般質問してるんですけども、まず普通財産ですね。その当時は全部で持っているのが327万平方メートルを持っているというふうなことでしたけれども、現在も大体それと同じぐらいしているということですか。上山総務部長。お答えいたします。現在はそれより少し増えています。約333万平方メートルございます。
10番早川康夫議員。はい、まあ、同じくその12月の、ね、一般質問の中で、あのこの有給財産の有効活用というようなことについては、まあ、市の貴重な財源になるんやと。で、今一度この有効活用につきまして、より効果的な本当に活用のできる方法を見つけてまいりたいと思っていますというふうな総務長の答弁がございました。で、それ以後ですね、この1年半の間にあのどういうふうな取り組みをなされたのか聞きたいと思います。上山総務部長、先ほど の同僚議員の、答弁と重なる部分があるかも分かりませんが、現在あの売却可能な、筆としましては100筆ほどございます。その中で特に、先ほども申し上げましたが、官民協会が確定しているとか、物件を取り除かなくてもよいっていう、筆が45筆ございます。それについて、この今日まで、有給財産処分方針にのっとり、個々の物件について処分計画を立て、推進本部をの中で、この有給資産の売却について検討をしてきましたし、また、ホームページ等により売却できる資産を公開させていただいているという状況でございます。以上です。10番早川康夫議員。今までの処分の実績ですねけども、18,400平米ほどを、この合併してから売却してきましたと。で、普通財産の総体が330万ですか、平方メートルというようなことで、率にしますとね、0.6 とか、そういうふうなパーセントしかになってないというふうに思うんですけどね。やっぱりこれだけの財産をでね、時間だけが過ぎてしまってというふうなことにね、現にこうなっているような気がするんです。で、そういうふうなことからすると、その前にですね、総務長からもね、答弁もらった通りに、本当に貴重な財源の一つになるんやと、早々に活用できる方法を検討するんやと言われてから、時間が1年半と経ってねえけども、そんだけ進んでいるように思わない。で、そういったものについてはね、ちょっと、もっと積極的な行動というのをね、してもらってもいいんちゃうかというふうなこう思いがあって、その点については、大いにこう疑問に思ってるんですけどね、総体がこんだけ多いというやつは、やっぱり十分認識してもらって、できるだけそれに対して処分してもらうのには、時間、10年かかっても英知の話に、できるだけやってもらうというようなことで、お願いしたいと思うんですけども、それに対して、一応担当部長の見解をもう一度お願いしたいと思います。上山総務部長。お答えします。先ほどの普通財産で、かなり面積が多い中で、売却が、少ないという、ご質問でしたが、この普通財産の中には大半山林がございます。だから売れているパーセントも当然、少ないんですが、今後についてはその売れる、先ほども申し上げましたが45室については、極力売れるような方向で広報としていきたいと思っております。以上でございます。10番早川康夫議員。はい、どちらにしましてもできるだけそういうふうな格好で、要は副財産として財産を持って時間が過ぎるというのはやっぱり適当でないと思いますので、早々にできるだけ処分をできるようにしたい。それと山林のことですねけども、前も、大方272万平方メートルですか、山林結構多いんですけども、山林につきましてもね、山林だからっていうふうなことなしに、
それは色をつけずに、やっぱりそういう学校で持っているものについてはね、できるだけそれでお願いしたいと思います。まあ、この質問についてはこれで終わらせていただきます。で、続きまして質問番号2、重要文化的景観の保存活用について、市の重要文化的景観のパンフレットによると、文化的景観とは平成17年の文化財保護法の改正により新しく誕生した文化財で、自然と人の暮らしが作り上げてきた文化的な風景を指し、保護する対象は単に形のある歴史資産だけでなく、その風景を形成する人々の生活そのものを含み、それのうち特に重要なものを重要文化的景観として選定し、地域文化財としてそれぞれの地域の社会環境の変化に応じて保存していくという動態保存が目指されていますと記されています。また現在全国で50地域の重要文化的景観が選定される中、高島市では3地域の水辺景観が選定を受けています。平成20年3月28日に海津西浜市内の水辺景観が全国で5番目に指定を受け、続いて平成22年8月5日には針江霜降りの水辺景観が、そして平成27年1月26日には大溝の水辺景観が重要文化的景観の選定を受けました。そこで以下3点について伺います。丸1、選定を受けた3地域の水辺景観についての文化財としての価値は何か。丸2、海津西浜市内地域でのこれまでの取り組みと、今年度市が体制整備事業で何をするのか、また他の2地域での取り組み等についても伺う。丸3、今後の3地域の重要文化的景観の保存活用についてはどう考えるのか、よろしくお願いします。10番早川康夫議員の質問番号2に対する当局の答弁を求めます。橋本教育総務部長。それでは早川議員の質問番号の2の重要文化的景観の保存活用についてのご質問にお答えいたします。まず1点目の、3地域の文化財としての価値は何かについてでございますが、高島市の重要文化的景観は水辺の生活文化とそれらが作り上げた景観が良好に残っていることが評価され選定されたもので、特に市内で一番早く選定を受けました海津西浜市内の水辺景観地域には、湖岸の約 1.2 キロにわたって江戸時代に築かれた石積みが残され、それに沿うように形成された家並みとともに全国に類を見ない貴重な水辺の集落景観として高い評価を受けました。また針江霜降り地域では川端や湧水が流れる美しい水路、そして大溝地域では乙女ヶ池や大溝城跡、城下の建造物などがあり、こうした構成要素が3地域でそれぞれの暮らしや景観の中に存在していることが文化財としての価値であると言えます。次に2点目の海津西浜市内地域でのこれまでの取り組みと、今年度市が取り組む体制整備事業についてと、他の2地域の取り組みについてお答えいたします。まず海津西浜市内地域では平成20年3月に選定を受けた後、文化的景観を生かした地域の活性化を目指して海津西浜市内地域文化的景観
まちづくり協議会が設置をされました。この協議会では地域住民が主体となって案内看板の整備で清掃活動、見学会の開催等を行い、市は補助金等でその支援、その活動を支援してきたところです。さらに昨年度からは町、人、仕事創生総合戦略の具体的な施策の一つである重要文化的景観を生かした観光振興事業として、地域の活性化や来訪者案内等を目的とする事業を委託しました。この事業委託により、地域住民が主体となって自分たちの住む地域の整備活用を進めていこうという意識がより一層高まり、今年度は見学者の受け入れ体制整備を主たる目的として、引き続き案内窓の設置や見学ルートの整備、地域見学会の開催等の事業実施を委託していきます。また針江霜降り地域については、水路の清掃や見学ルート沿いでの蒲田の設置、大溝地域については地域案内人の養成や大溝陣屋総門の活用など、地域住民を中心としたまちづくり協議会へ事業委託実施し、文化的景観の整備活用や今後の地域活性化に向けた取り組みを進めているところです。次に、3点目の今後の地域の両文化的景観の保存活用についてはどう考えているのかのご質問にお答えいたします。重要文化的景観は人々の暮らしの中で守り生かされてこその文化財であり、3つの重要文化的景観を有する本市にとりましては、今後地域の状況に応じた保存と整備、そして活用を進めることが重要な課題であると考えています。その課題に対応するため、市では昨年9月に高島市重要文化的景観整備活用委員会を立ち上げ、現在3つの重要文化的景観の将来に向けた望ましい保護を進めるための整備活用計画の策定を検討しているところです。さらにこの3地域の水辺景観は重要文化的景観に選定された全国50県のうちの3地域であると同時に、日本遺産琵琶湖とその水辺景観の構成要素でもあります。このように県内外から多くの人に注目されていることを生かし、今後はそれぞれ3地域の住民を中心に組織するまちづくり協議会と連携しながら、水辺景観の観光振興や持続的なまちづくりにつなげるよう支援を続けていきたいと考えております。以上、私からの答弁といたします。10番早川康夫議員。はい、景観の整備活用委員会が、去年ですか、立ち上がったというふうなことで、この活用計画はこれから策定していくというふうな話なんですけれども、当然市の積極的な関与というのが一番かと思います。それとあと今の中で市内にはね、全国50のうちの重要文化的景観が3つもあるんやというふうなこととか、今海津西山市内のこの石積みですね、これは江戸時代の中期にて、そんだけ2キロもあるようなものはそれぞれそこらにはないと、当然琵琶湖の中にもそういうふうな石積みなんかないんですね。そういったことについてはね、今後また広く積極的にまた PR をして行ってもらいたい、広報をしていってもらいたいと思います。この2問目につきましてはこれで終わらせていただきます。ここで終わります。以上で10番早川康夫議員の質問を終わります。